朝の8時です。すごくいい天気です。梅雨明けになって真っ青な空です。いいな、暑そう。朝から火が照ってて、これからご飯をあげたいと思います。まず気温を見てみます。気温33度、水温は 29.5、 お風呂並みにあったかいお水です。みんな頑張って生きてね。暑い中熱中症にならないように頑張りましょう。はい、これからご飯をあげます。ちょっとその前にうちの朝顔です。初めて朝顔に種をまきました。双葉出てます。子供が一生懸命お水あげてます。大きくなるかな。あれ、水やりすぎ。猫がひっくり返ってる。猫そぎ。できるだけ影のうちにご飯をあげたいと思います。一番こちらはもう火が当たってます。元気かな。縦断水槽のみゆきのいる列です。こちらは数が多いです。はい、ワンだよ。縦断水槽の下から2段目、大量に死んでいます。暑いからかな、それとも人口密度が高いから餌が足らなかったのかな。まだいます。
残念です。これも死んでる？あとは下の方に死んでっていう子いない方、大丈夫かな？なんかみんなビクビクして向こうの方に行っちゃってます。このお水はどうしてかな。上の白い子は、はい、ちょっと編み上げて、あ、そこ上がり、上げて、ここやな。ここは、みんな元気です。元気だね。で、こちらの、その下の段の、ここは、元気かな？みんな元気だね。でこの間のはみんな水が多いから、暑いからこんなに死んじゃったのかな。30匹ぐらいいるかな。残念です。どうしてこの上下の段の子は元気なのに、ここは30匹近く死んじゃったのかな。少し新しいお水を足したいと思います。いっぱいです。順番に大きくなっていきます。今生存競争が激しいので、大きい子は大きくなる、ちっちゃい子はなかなか大きくなりません。もうみんな頑張ってます。こちらの針子はアライグマは来ませんでした。もう警戒しちゃってるのかな。誘導作戦でこうやって入ってきて、自動的にこの中に入るようにしてるんですけど、捕まりません。メダカが食べられなかったらいいんだけど、ゆうきはみんな元気です。
一番上の子はどうかな、ちょっとスタレを取ってみます。10分も経たないうちに気温は35度になりました。水温は 29.8 度。暑いね。影にしてあげます。